はい、どうも、ケーキングです。今日はですね、サガ3、続きやっていきましょう。まあ、続きって言ってもね、ちょっとね、期間空いて、申し訳なかったです。はい、で、どこからかというと、通行書を前回ね、ゲットして、今からまあ、地底に向かうところですね。はい、まあ、ディオールと合流してっていう感じで。さあ、行きましょう。まあ、ちょっと軽く話聞きますか。強盗致傷を負う結界の発生装置は結界の内部にある。ここ誰がおったっけ？あー、いないですね。はい、話しかけていこう。地底は危険だけど、宝物がゴロゴロある。そう、そうなんですよ。結構ね、アイテムあります。まあ、必要なやつだけ取ってもいいですし、まあ、ちょっと探索っていうかね。まあ、そんな感じで遊んでもいいね。はい、OK。まあ、これも後でね、大事になってきます。そして、あと誰かおったかな。ここはオッケー。まあ、これもいいですね。はい。まあ、その地底に売ってるね、まあ、ショップですね。かなりいいものを揃ってるので、まあ、そこでいろいろ買います。まあ、買ってもいい。よし、じゃあ話しかけます。お前ら物好きだな。地底は人間の生きていける世界じゃないんだぞ。通行手形を見せてもらおう。よし、取っていいぞ。この BGM いいよね。この音楽ね。お兄ちゃんたちが助けてくれたの。よかった。ディオール、すまない。あれから船が出なくて、ずっとボートや、政権について調べたんです。ありがとう。ネメシスまで助けてもらって。これからどうする？ネミスはクエスター博士を迎えに行って、ステスロス内で、そのまま待機させますか。うん、僕が行きます。わかった、それで行こう。はい、これでね、まだディオール仲間になりました。はい、まあ、ね、どっか行ったり仲間になったりね、まあこんな感じでね。まあ、むちゃくちゃ強いんですけどね。よし、それじゃあ行きましょうか。地底、レッツゴー。はい、で、着きましたね。そして、まずはね、ちょっと必要なアイテムとか集めないといけないんですよ。で、これ、今、キノコあるじゃないですか。こんな感じでね。こことかも。ありますよね。こんな感じ。これ入ることできます。で、内部こんな感じになってて。ちょっと俺もね、どれか忘れたな。で、アイテムあるんですよ。で、必要なちょっとアイテムで取りたいのがあるので。OK。まあ、逃げましょう。まあ、戦闘はね、いつも通りというかね、逃げます。あ、OK、OK。あ、取った。曲がった、曲がった。あ、これでいいです。どこかわからんとか言ってさ、あったわ。OK、OK、OK。とりあえず欲しいのは手に入れましたね。まあ、こういっぱいあるでしょ、これ。とりあえずね、入ってね。まあ、こんな感じで。ああ、ここ違うわ、みたいなね。ここは回復か、違うな、つって。で、次探していくっていうので、まあ、実際やっていこうかなと思ったんですけどね。はい、それじゃあね、進んでいきましょう。まあ、まだでもね、石があったと思うんですよね。それも取っておきたい。まあいいか。で、ちょっとここも探索ですね。まずちょっとアイテムを集めます。まあ聖なるオイルはね、取っておきたいので、取っとこう。プラス。はい、まあこれは逃げます。プラスね、村正があるんですよ、ここに。こっち。で、こっちですね。一応、隠し通路の宝も取りますか。はい。これで光の石。こっちだったかな。で、ここで、現状カブトですね。まあ、アイテム、まあ、そんな、いらないですけどね、正直ね。
あとはこっち、中身忘れたけどね。そう、村正覚えてますよ。それだけ覚えてるんですが、他はちょっと忘れた。ああ、メビウス層か。あ、こうでしたっけ。そして、OK、闇の石ね。さあ、あとはちょっと村正を回収して、もうここはもう用ないですね。次のところ、行きましょう。ちょっと戦闘はね、申し訳ない。しません。はい、今回は。こっちか。逃げる。あー、宝か。いや、違う。これは違う。これは何かな、これ。いらん。行きましょう。こっちね。いや、必要、必要、必要。もらえるもんはちゃんともらっとこね。いらんもんなんてないから。さあ、こっち、そして違う違う違う、戻ったか戻ったか。そんな3歩進んで2歩下がる的なやつは必要ないから、進み続けよう。あー、これですね。はい。OK。ゲットできた。はい、そしてね、ここに戻ってきました。さあ、行きましょう。じゃ、先進みます。まあ、この辺の必要なアイテムはもう取れてるので、まあ、敵は逃げて、街に向かうと。で、欲しいね、魔法があるんですよ。まあ、武器防具もかなりいいんですけどね。さあ、逃げよう。あ、その魔法ちょっと覚えたら、ちょっと使いますか。じゃあ、試し撃ちみたいな感じでね。さあ、こっちで、はい、もう着きます。で、ここなんかさっき話出てたんですけどね。メタモルを使えと。で、ここ使わないとね、こいつ話しかけた時に、戦闘になっちゃいます。で、一応防具で売ってるのが、こんな感じ。まあ、メビウス系ですね。と、パワードスーツも売ってます。まあ、かなりいいですね。ラインナップね。まあ、魔力上げたり、素早さ上げたり。まあ、どっち重視するかね。エスパー系は特にあるんですが。まあ、また、整えておきます。で、欲しかった魔法、ここですね。ホーリーフレア。これは、全体攻撃。まあ、デスとマグマもね、とりあえず一つずつは買っておく。まあ、二つずつかな。買っておくかな。まあ、使うか置いといてね。まあ、とりあえず買っとくと。アイテム大丈夫か、これ。アイテムパンパンやな。しかもいらないの結構ありますね。フレア、覚えさせて。はい、ホーリーとね。オッケー。で、武器もね、結構になるんですよ、これまた。あれありますよ、あれが。はい、核爆弾ですね。核爆弾はね、ちょっと、買っときますよ、これまた。で、ディフェンダーもね、かなり優秀な、装備です。各ステータス上がりますし。これちょっと戦います。せっかくね、フレア覚えたんでね、ちょっとお見せしたい。違う、お任せを解除しよう。で、レベル8のね、魔法です。はい、まあこんな感じでいきましょうか。はい、まあまあこの辺は OK なんですけどね。さあ、ここから、ホーリー。見てください、この強さ。このね、クエイク手に入れた時にね、全体、もう全体ゲーっていうかさ、もう全体が本当に最高なんですよと。まあ、回復もそうなんですけどね。うん、命知らずの人間が多い。見かけたら食っちまおうぜ。西尾村の宝は大丈夫だろうな。こっちとか誰かおったかな。じゃあ次ちょっとフレア試し撃ち行きましょうか。さっきのはね、ホーリーです。じゃあ次フレア行きます。だ魔力はね、もう足りてるんですよね、結構ね。まあさらにちょっと魔力高めてもいいんですけどね。まあ素早さかな。
はい、フレアこんな感じ。もう魔法が強い。まあフレアは強いんですけどね。もうサガツの時もやっぱ全体でね、最後はもう押していくっていうのね。貴様新米だな。西の塔のボタンは重力を反転するスイッチだ。覚えとけ。ありがたいですね、しっかり教えてくれてね。はい、そしてここ入りますね。さあもういいかな、逃げよう。いや敵来るね。まあちょっと軽く撃つか。はい、ホーリーホーリーでいきましょうか。うん、まあ全然大丈夫ですね。もう結構メンバー強いですからね。ホーリーが強すぎるやろこれ。まあホーリーフレアね。うん、人間の脳が使われてる。オッケー。よし、それじゃあ、一番真ん中のとこね、ちょっと入りますね。話しかけたやついるので。やるね。じゃあサクッとやっちゃいましょうか。強いっすね。まあ防具ちょっと後でね、買っておきます。はい、これでポルナリフが動けばもう勝ち。はい、ソロモンソードで攻撃、エクスカリバーでね攻撃。はい、ホーリーで攻撃。回復回復。で、ここですね。こっち話しかけて、まあ今回ここで終わりますかね。こいつに話しかけてね。逃げる。人間どもがナスの谷を抜け、ゴートへ向かっています。チョロですね。何？取り逃がすと？ラルナ様の怒りに触れてしまう。何人か連れて食い止めろ。ですが今度のやつはヨルムンガンドを倒すほどの強者。甘く見ると取り逃がすはめに。仕方ない。これ以上町からは出せぬ。北の階段にいる門番を連れて行け。はいはい、というね話を聞けるということで、次はまたねストーリーの方進めていきたいなと思います。ということで今回はこれで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。